皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は Better than the best について説明します。形容詞の good と副詞の well、 これは比較級は better、 最上級は the best になります。こう言っても分かりづらいので例文を使って説明していきますね。例の1、秋は読書にいい季節です。こういう意味の英文を作るとき、いい季節というのは a good season と言いますから、 fall is a good season for 読書というのは reading ですから、reading がここにいますね。 Fall is a good season for reading. Fall is a good season for reading. これが秋は読書にいい季節ですという意味の英文ですね。これを秋は読書に一番いい季節ですという一番、つまり最上級を使った文章に変えるとき、 a good の部分がThe best に変わって Fall is the best season for reading。 このようになります。 Fall is the best season for reading。 Fall is the best season for reading。 A good が The best に変わって最上級を作ります。例の2です。この絵はいいです。ね、これはいい絵ですねと褒めたいときに、This picture is good.、ね、This picture is good. こんなふうに言いますね。これを、この絵はあの絵よりもいいと、あの絵と比べる比較の文章にするとき、この good を better に変えて、This picture isBetter than that one. This picture is better than that one. This picture is better than that one. このような、言い方になります。ね、good が better than に変わるんですね。こちらは a good が一番の時は the best に変わるんです。では今度は well の方をやってみます。例の3番。トモコは上手に歌います。上手というのは well ですから、Tomoko sings well。Tomoko sings well。Tomoko 三人称単数なので、sing には三単元の s がついています。この Tomoko sings well を、Tomoko はクラスの中で一番上手に歌います。一番ということは最上級を使う文章になりますね。この時、well の部分The best になって、Tomoko sings the best in our class、ね。Tomoko sings the best in our class。こうなります。Well が the best に変わるんですね。では例の4番。母は料理が上手です。上手というのもやはり well ですから、 My mother cooks well。 My mother cooks well。 こういう英文ですね。これを母は父よりとお父さんと比較した文章、父より料理が上手です。こういった時にはこの well の部分が better に変わって、 My mother cooks betterThen my father. My mother cooks better than my father. このようになりますね。今回は a good が最上級で the best、ね、good が比較級で better than、 well がやはり最上級で the best で比較級で better than になる、このことを例文を使って説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。
皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。